皆さん、遅ればせながら新年明けましておめでとうございます。メンディーです。今年初のムーブオンはここ神田明神をスタートして、私が大好きな神保町を巡りながら最後は皇居の方まで歩いてみたいと思います。新春初の旅でございます。神田明神、もしかしたら初めてかもしれない。来たことのある記憶がないのもしかしたら来たことがあるのかもしれないけど、早速行ってみたいと思います。これしに。あー、見事な自らが。私が手に持ってるのはこのお家に飾っていた新春飾りになります。家に飾っていたこの飾りを今日はここでお焚き上げしに来たのもあって、冷たい。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。あ、こちらみたい。こちらのようです。すみません、頑張りました。どうもありがとうございました。じゃあ、私は実は初詣はもう済ませてあるので、ここでお参りも込めて役目を果たしたいと思いますので。役割終了でございます。今年猿年ですか。私猿苦手なんですよ。これはどうやってやるんですか。これでいいのかな。私全然おみくじとかやるタイプじゃないので、この番組のためにやらせていただきます。この番組の繁栄のために、皆さんの幸せのために。
これ開ければいいの？小吉というと、なんて書いてます？願い事、少々の高望みも努力しないで叶う。おうおうおう、うん、面白い。要は気の持ちようです。皆さん、これ捨てるの？持って、あ、でも捨てちゃいけないんだよね、こういうのって。本当は取り付けんだけど、あ、あれダメなんだよ、食いつけるのは。取り付けられるようなもんじゃない。じゃあ一応もらっときます。捨てしまいだ。新年早々、日本の伝統芸能が見えて幸先いいわ。いい感じ。じゃあ、後にしたいと思います。こっち向いて座るんだ。いや、さてと、ここからは大好きな神保町の方に向かっていきたいと思います。ひじれ橋っていうのね、ここ初めて知った名前。ひじり橋、あね、昔はこんな建物なかった。でこっから見える景色って多分、まあもちろんビルとかは増えたけど、この川の雰囲気とかって昔のまんまなんでしょうね、きっと。すごいな。でもどんどんまた変わっていくんでしょうね、2020年のオリンピックに向けて。これから行く神保町の方も、まあ、古本屋の町ということで、昔からの雰囲気はまだ東京都内だと残っている方だけど、それでもやっぱり少しずつ変わってきてるからね。ニコライ堂が見えました。建築物フェチとしては行かない理由などありません。行ってみましょう。私初めてだ。わあ、すごい、すごい。うわあ、立派だ。素晴らしい。東京復活大聖堂、通称ニコライ堂。明治に作られた建物で、途中まあ火災だったりして昭和の初めに建て替えはされたけど、でもずっと壁なんかは当時の焼け残ったものをしっかりと使ってるっていうことだから、100年以上もこの地にあって。
まだ江戸から明治維新に変わって東京っていう町がまだ今日のように成り立っていない時代に海外から日本にやってきた方たちの思いみたいなのをすごく感じて、でも時代は変わって周りの建物なんかもこう変わってもそういうものはずっと根付いていくものなのね。中でこのニコライ堂、まあ、この東京復活大聖堂のことなんかについての冊子を買ってしまって、これから神保町へ向かうわけですけれども、まあ古本というか、まあ、書籍の街なのでね、終わる頃にどうしよう、もっと荷物が増えてたら。とてもいいものを手にしました。小学生の時かな、母の兄貴に連れてきてもらった以来、もうこの町の虜。いなんかこの辺りもね、まだ、書籍のお店はあるけど、もっと昔はレコードショップもたくさんあったんだけど、本当になくなっちゃったね。まあ、書籍の店もやっぱ少しずつ少なくなってきてるけど、寂しいもんで。あ、来た。大谷書店。もうすっごい、本当に江戸時代とかの書籍が普通に、ね、ここで取り扱われてるっていうのがすごいよね。昔の古文書とか、ああいう類のものもね、日本人だけじゃなくて、やっぱ海外の方でこういう日本のカルチャーにすごい興味を持っている方なんかもよくね寄っている方多いけど、その希少価値が分かってない方も本当に芸術品としてすごく感動して。お金を持っている方が買っていかれる方もいらっしゃるみたい。で、後で、あ、こういう意味があるんだ、こういう書籍にはっていうのを知ったりね。絵の本とデザインとか、こういう画集とかデザインとか絵の本っていうのをすっごい漁った、専門学生の時に。もうね、だって数百円で手に入るんだもん。いろんな本が欲しいから節約とかって意味じゃなくて、同じ金額出すんだったらいろんな本が欲しいでしょ。だからもうこの町に来て、本当に原稿とか歌詞が浮かばないときは、ここでこの町でね、本を漁って、そういう本の中から言葉が出てくるっていう。ほんとね、ザ・レトロというか、ほんとに面白いでしょ。懐かしい、こう思ってました。何がだからこういうふうに希少価値になるかなんて分かんないね。それとなく今日の私のファッションも
レトロだし。レトロフューチャーって感じ。あー、九段会館まで来た。この辺りは夕暮れが似合うよね。なんか古くからある石造りの建築物っていうのは圧倒的な存在感があるよね。あー、そして大きなプティオニオンが、屋根の上のオニオンが見えます。武道館ね。あー、九段下に来たって感じよね。これが全部桜の木になわけだから、あと3ヶ月もすればもうこのお堀の中の水一面桃色に変わって、すごいね。少しずつつぼみももう膨らみ出してるからね、気づかないところで。なんか今年1年が始まってるんだって思うのね。この時期に桜とか見ると、もうつぼみが少しずつ膨らみ出してるのを見るとね、また今年1年かけて潔く散っていこうって思います。つぼみに花開く
込んで